リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、ということで本日はこちらをご紹介していこうと思います。ガシャポンマッシー。はい、ということでこちらね、クリスマスの日にですね、動画で上げさせていただいてるんですけれども、TikTok だったり、Twitter だったり、YouTube だったりにね、とんでもないクリスマスプレゼントを手に入れたということで、こちらのガシャポンマシーンを見ていこうかなと思います。はい。まずこちらね、ガシャポンマシーン。タカラトミーアーツさんから出てるガシャポンマシーンなんですけれども、本当にたまたまですね、私が勤めている会社の方でですね、廃棄品として、こちらいただいたものになります。なんであったかっていう経緯は、あえてお伝えできません。お仕事上使うことがあったよって思っておいてください。で、下はね、ちょっとここ、ハンドルパーツがなくって、ハンドルパーツがもし出てきたら、ここに付けようかなと思います。ちょっと探そうかなと思います。で、正規品？ちゃんとしたものじゃなくて、こう、研究とか開発とかそういうのに使うものだからか、ここのところね、本体だったらこうガチャって開けて、ここのところが、これ、テープじゃなくてこうガチャンって開くんですけれども、ここのところのロック機構がないのと、ここもね、お金、を取り出すところのトレイになるんですけれども、ここも鍵がないので、このまま引っ張って、こんな感じで、取るという流れになっております。で、下はね、本当にハンドルなくて、ここと、あと、ガチャガチャの中の機構が見えるようになってるんですけども、中の機構、ちょっと見ていこうか。でね、このいろいろパーツついてるんだけど、このパーツは特にこれに使うものは今のところなさそうでした。で、中はねこんな感じ。ここがねガチャの、ハンドルと連動する回す機構の部分ね。ガチャンガチャンって回して、でこれがここも回って、ここのところの下にねカプセルが出てきて、そこからこっちに繋がるよみたいな感じ。てかカプセル1個入ってた。もう入ってない？入ってないね。っていう感じです。で、カプセル入ってない中身を見るとこんな感じ。ここがね、下になだらかにこう入ってくれるようにするための、坂道のパーツですね。こいつはですね、実は取れるんですよ。こういう感じで。で、ここにロックではまってて、こういう感じでね、取れるんですね。で、取ると中にロック機構がね、ついてて、なかなかこんなの見ないよね、普通ね。で、このバネは、ガシャポンのものがこっちに入らないようになるバネになるかな。で、これで、これがね、こう回るんだよね。で、回ることによって、ガシャポンの詰まりをなるべくなくす構造にね、なっております。あとはあの辺にもロック機構のパーツがついてて、このロックはなんだ？このロックは、わかりません。なんかロックのパーツついてるけど、ちょっとわかんないね。で、このパーツを中に入れて、で、ほらよっと。ああ。よいしょ。こうかな。はいはいはい。で、こんな感じでね、このバネのバネというか、このパーツが中について、で、これをカチャンと閉まると、本来はここに鍵のものがついてて、こう、カチャンと閉める形になっております。よいしょ。で、実際にね、ガシャポン回していきたいんですけど、カプセル出てきたんで中に入れましょうか。ちょっとね、カプセル今、カプセルしか入ってないんですけど、ちょっとゆくゆくガチャガチャしたカプセルは貯めておいて、この中に入れていこうかなと思っております。で、基本はもう、こう、ガムテープでいいかなと。
どっかに出すわけでもないですし、私だけが使うんで、何かね、なんか YouTube の動画のね、企画になんか使おうかななんて思ったりもしております。例えばドラクエのね、ドレスアップをなんかこのガチャガチャの中から決めるとかね、ちょっと何か案がありましたらぜひともお願いいたします。じゃあ実際ね、100円玉を出して回していきましょう。本来はここもね、鍵がついててロック機構で、こういう感じのね、お金が中に収納されるようになってて、中を見るとこんな感じ。こんな中見ないよね。あそこから100円が、ここね、ここのところから、ここね、親指のところからシャーって流れて入ってきて、ちょっと坂道になってるんですね、この中で。この奥に溜まるようになっております。これ100円だけで言ったらすごい入るんじゃないかな。まあ200円のガシャガシャとかね、最近もう200円メインでね、多いと300円、400円、あの物によっては500円ってなってたりするから、そういうの考えると、まあ妥当っちゃ妥当かっていうところですね。で、奥はこんな感じ。本当にここはお金の収納だけですね。で、みんな気になってんのってこいつじゃない？このガシャガシャをするところね。このマシーンだと思うんだけど、ちょっとこれ取れるのかな。多分ね、蓋外さないと取れないと思う。中はこんな感じ。これね、一体造形になってて、お、取れた取れた。はいはい、こんな感じになってます。で、奥に、はい、こんな感じで200円、300円、これ500円まであるのかな。あるね、500円まであります。こういう感じでね、はい。そしてここにあれだね、価格設定つまみというのがあって、今100円になってるんだけど、これを、ああ、これで300円、ここの切りかけの部分で300円。やっぱり指が荒れている。で、切りかけて、これで500円、400、200、100、なんで 1,2,3,4,5 なんだろうね、並びがちょっと不思議で。これがあれだね、お金を返してくる時のお金返却用のね、つまみだね。で、中の構造はこんな感じ。まあ、ネジがね、ネジというか歯車がこのように噛み合ってるって感じですね。はい、そんな感じ。で、ここに100円が実際に入ってって感じかな。100円入れるとどんな感じになるのかな。ちょっとごめんね、足でやっちゃうけど、ほ、はい、今100円を入れて、あ、ここに入ってますね。あ、見えたかな、わかんないよね今のね。100円が入ると、あ、下からね出てきたわ。ちょっとこれ面白いね。なんかいい取り方ないかな。はい、100円、100円入れますよ、100円。あ、はい、カチャカチャカチャンってなって、ここの下のところに入りましたね。もう一回やりましょう。はい、いきますよ、100円。ああ、なるほどね。ちょっとね、今ロックされてないからあれだけど、うん、こんな感じで100円が入って、で、100円がここに入ることによってガチャガチャガチャンとできるらしいです。さあ、実際じゃあガチャガチャね、やってみましょう。ただ片手でこれをはめるのはかなりむずい。あと、なんだろうな、なんかが引っかかってて、
よし、入った。はい。いや、すみませんね。ほぼほぼ多分ノーカットでお届けしてるんですけど。さあ、実際、じゃあ100円入れて、一回普通にガチャガチャを回してみましょう。はい、こんな感じで、出てきますね。で、じゃあ実際、上の方の中から見てみましょう。はい、入れました。回します。はい、すると、今ね、ちゃんと、次のやつが入るように、この穴に、カボンと入ってます。じゃあ、ラスト。ここのね、バネのところにこれね、引っかかってこっちにポンってこう戻って、こうコロコロコロンってこの次出るところにちゃんと入ってくるんですよね。まあ、シンプルな構造ですね。はい、こんな感じで、で、よいしょ、蓋の部分をね、つけてあげてっていう状態になります。はい、これがガチャガチャのマシンでございました。いやー、なんだろうね、家にあっていいものではないね、基本的にね。でけ、とりあえずでっかい。あとはね、ちょっとハンドルこっち出てくればこっちも使えるけど、まあ片方使えるんで、で、100円3枚ぐらい入れとけばこれでガチャガチャもできるんで、ちょっと遊んだりっていうのにもね、使えるんじゃないかなと思います。ということでね、クリスマスにいただいた掘り出し物ガチャポンマシン、これ実際の品番品名はなんて言うんだろうね、ガチャアートしか書いてないけれども、特に書いてないね。まあ、メーカーサイト入ればね、タカラトミーさんのね、多分これのガシャガシャのマシーンの名前が出てると思うんです。もし分かったら入れときます。はい。ということでね、今回タカラトミーアーツさんのガシャポンマシーンのご紹介でした。はい。こういう変な動画もね、たまに上げていくとは思いますが、また次回もよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。バイバーイ、リントでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。